はい、おはようございます。ボス&クイーンです。今日はね、ボスくんクイーンちゃん動画の前に、初詣の非公開映像ということで狼社神社にやってきました。ここはね、伊勢神宮も有名なんですが、三重県の狼社神社も、結構ね有名です。芸能人の方が来られたり、またね、とても、お客さんも多いです。車もね、もう1キロ、1.5 ぐらい渋滞していたのかな。もうすごく大渋滞で、駐車場がね、少し少ないので、順番にねお客さん出るまで入れなかったりするんですが、もうねやっと着きました。で、中ね、お参りされる方、とてもね並んでいます。本当ね数百メートルずーっと並んでいるんですが、まあね、くじを買う方はね、並ばなくても隣からね、行けます。並んでいる方はこうね、ワンツーマンみたいな感じでね、こう何かしてもらったり、する方たちなんですが、ここはね車まで、なんとね、来てもらってね、清めてもらうこともできます。そんなね、神社で屋台もねいっぱいあります。結構ね、いろんな屋台もあって、お昼もねここまで、済ませてしまえるぐらい、いっぱい屋台があるので、またよかったら来年、来てみてはいかがでしょうか。じゃあね、今日はボスくんクイーンちゃん動画、とりあえずねクイーンちゃんの散歩行ってみたいと思います。はい、クイーンちゃんやってきました。日に日に大きくなるクイーンちゃん。最近はね、ボスくんクイーンちゃんね一緒に出かけたり、ボスくん出かけたりクイーンちゃん出かけたり、していたんですが、この日もね、ボスくんねいっぱいいっぱい歩いてね、なので、夕方クイーンちゃんだけね、連れてきました。でクイーンちゃんねとにかく元気がいっぱいです。こんなにね元気がいっぱいなクイーンちゃん、さてなんででしょうか。それはね、クイーンちゃん初めて来る公園です。ちなみにね、ここまで、家から30分ぐらいかな、歩いて30分ぐらいなんですが、昔はね遊具もいっぱいありました。大きな遊具があったりね、30メートルぐらいあるねすっごい大きな木もあったんですが、もうね切られてしまって、遊具もね最近では危ない危ないと、世間がね、結構厳しいですよね。ロープウェイがなくなってきたり、回転ジャングルがなくなってきたり、いろんなね遊具が本当になくなってきています。公園がねもう公園じゃなくなって、あるのはね、シーソーとかね、ブランコとか、そういったもの運転とかね、そのぐらいになってきましたが、パパはね、やっぱり子供はねお外で元気いっぱい遊んでほしいので、遊具をねどん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 作って、そしてね、危ないかどうかなんてね、子供がね、まあね大怪我はあれなんですが、例えばね、すりむいてしまった、落ちてしまった、転んでしまった、そういったねことで学んでいくんじゃないかなと思います。なので最近はね本当、まあね運動神経が悪いと言うたら失礼なんですが、結構ね昔に比べてどうでしょう、あんまりね運動している子供たち少ないんじゃないでしょうか。まあね時代も時代で、ゲームがねとても普及しています。携帯がね、今では小学生もね1台携帯を持っています。iPhone 持っているとね、ゲームがダウンロードできたり、 YouTube が見れたり TikTok が見れたりね、いろんなね子供たちの中でも誘惑があるかと思います。子供同士ね LINE していることもね、いっぱいいます。そんな子供たちもね本当に多いです。我が家のね息子もね、今どこにいるのと LINE で送ってくる時代です。そんなね中、やっぱりね子供は元気いっぱいお外で遊んでほしいなとパパは思います。ちなみにね、パパはね昔ここ遊具がいっぱいあったんで、この公園でね、昔遊んでいました。ワンちゃんともね、昔パパが小さい頃飼っていた、シェパードだったりね、よくね雪が降ると、ソリにね、シェパードをくくりつけて引っ張ってもらったりねしていました。そのね思い出のある公園です。クイーンちゃんはね初めてです。パパがねここで小さい頃遊んでいたなんてきっとねクイーンちゃんは、思うこともないでしょうが、クイーンちゃんもね息子と娘といっぱいね思い出作ってほしいなと思います。そんな感じでね、こんな感じで、山がいっぱいあり、山をね登ることもできます。山登りなんかはね昔よくしました。秘密基地を作ったりね、パパね、昔小さい頃飼っていたね家にいたワンちゃんシェパードは、とても賢かったです。
元警察犬だったので、結構ね、パパが低学年でもねしっかりね、お散歩できました。なので、一緒にねお散歩来たりとか、その頃はね、団地もね、もっともっとね家とかが少なくて、もうね空き地ばっかだったんですが、もうね今はもう家がいっぱいです。人が増えればねトラブルもあります。うるさい人もいれば、うるさくない人もいます。そんなね時代になっていきました。今はね結構こう助け合いはねもちろんねあるかと思うんですが、昔ほど助け合いはね、近所同士の方で喋る方も少なくなってきたかと思います。パパはね結構フレンドリーにねみんな喋るので、もっともっとね、地域といいますか、まあねパパはねここから、30分ぐらい離れたとこなんで、まあね隣も畑ですし、喋る相手と言ったらクインちゃんボス君と野生動物ぐらいです。野生動物で言うと最近ねクインちゃんがね少しね夜、逃亡します。逃亡といってもねワンワンワンとね、吠えるぐらいなんですが、もうねパパ悩んでいます。やっぱりね、いくらね田舎でもね、近所のね方、ワンちゃんの声ね心配うるさかったらどうしようとかね思うんですが、今まで吠えなかったクインちゃんなぜ吠えるのと、パパね、いろいろ考えてねずっと見ていたところ、野生のね動物が、クインちゃんボス君を見に来るんですよね。それにね反応してクインちゃんね、少し吠えたりするんですが、もうねどうしようもないです。まあね野良猫ちゃんとかね野良猫ちゃんが来る時もあります。以前ね動画でアップした黒い猫ちゃんとかね、白い猫ちゃん茶色い猫ちゃん野良猫ちゃんとかはね賢いです。ワンちゃんのね届かないフェンスの向こうからずっと見ていたりとかね、そういったことで反応することもあるんですが、やっぱりね野生の動物、まあね多いのはねキツネとかね、イタチとか、まあその辺だと思うんですが、もうね家の前、鹿も歩いたことあります。イノシシも歩いたことあります。夏なんかはね鬼は猿だらけです。まあね今ボス君クインちゃんとかね、まあボス君来てからはないんですが、ボス君来る前はね、家の屋根の上とかもお猿さんだらけでした。とにかくね野生動物はもちろん、野良猫ちゃんね、とにかくねクインちゃん反応してしまうので、何かねいい対策あったらいいなと思うんですが、やっぱりねなかなかね、難しいですよね。家の中だとね、反応しないかと思うんですが、やっぱりね、ダイレクトにね、歩いてる音、そしてね匂い気配全部ね感じちゃいます。なので、そういったね最近のパパの悩みトーク、そしてね、もう悩みトークしているとねお家に帰ってきました。ボス君何してんのってね、ボス君いつまで寝てんだってぐらいねボス君寝ていました。ボス君もねそろそろ起きて、一緒に撮影してほしいなと思います。ちなみに、この後ね、最初の方で言ったかと思うんですが、まあね息子と娘の、少しなんですが、遊具で遊んでいる動画もあります。それもね楽しみにしていてください。ロープウェイだったりね運転だったり、あとね少しサッカーしたりとかね、まあね、お子さんおられる方、多分ね、子供と一緒に遊ぶのは楽しいんじゃないでしょうか。パパもね体を動かすの大好きです。子供たちにはね、もっともっとお外で遊んでね、元気いっぱい体力もつけてほしいなと思います。そんなねパパトークしているパパ、筋トレやめてねほんと太ってきました。もうね体重は85キロ、筋肉はねみるみる衰えていきます。もうね今までついていた筋肉が全部柔らかくなってね脂肪になってきました。もうねパパどうしようかって思うんですが、まあ言い訳になるんですが、最近はね本当鍛える時間がないというか、もうね言い訳です、鍛える時間がないです。もうパパ言い訳しました。でもねボス君クインちゃんとね、いっぱい歩いてるので、腕の筋肉とかねいろいろ落ちてもね、まあ、有酸素運動にはなっているので、このままねスリムになれたらいいなと思います。ただねいっぱい食べるのでね、なかなかねその散歩だけの有酸素運動ではねパパさんね、太る一方です。以前はね、まあ、しっかりね、鍛えてパンプアップさせてね、結構ねやっていたんですが、もう最近はね本当クインちゃんボス君ばっかです。なので
もうね、最近クイーンちゃんがこうやって引っ張るとね、パパね、もうね、すぐ息が上がります。もうやめてよ、クイーンちゃんってね。クイーンちゃんの方が体力あります。パパはね、お酒も吸いま、お酒を吸わないってね、おかしいですよね。お酒も飲みません。タバコも吸いません。ギャンブルもね、一切しません。ただね、85キロ、筋肉衰えてくるとね、なかなかね、息が上がります。そんなね、パパと日に日に大きくなるクイーンちゃんのね、遊び。そのうちね、パパが遊ばれているんじゃないかなって思います。じゃあね、こんな感じでパパトークずっと進んできてね、もうすぐね、公園で遊んでる動画になります。じゃあね、またね、公園の、遊んでる動画の時にパパトーク再開したいなと思うので、もうちょっとね、よかったら BGM と一緒にどうぞ。はい、結構ね、BGM がね、長い間続いていたんですが、じゃあね、ここから、公園でね、遊んでいる動画少しだけね、見てもらって、エンディングと一緒にパパトークね、よかったら聞いてください。息子も娘も本当に元気いっぱいです。またね、今月病院に行ってね、腕の手術、いつにするかっていうのをね、相談しないといけませんが、いつもね、見てくださりありがとうございます。じゃあね、エンディングよかったパパトーク、最後までね、聞いてください。じゃあね、今日もね、素敵ないい一日を。いつも動画を見てくださりありがとうございます。どうでしたでしょうか。今日はね、初詣の非公開映像ということで、椿狼社神社に行った動画、そしてね、クインちゃん動画、その後ボスコンクインちゃん動画、そこからのね、パパと息子と娘と一緒に遊んでる動画となりましたが、最後まで見てくださりありがとうございます。パパの動画はね、365日、1日1本毎朝ね、動画投稿しているので、よかったらね、チャンネル登録をして、そしてね、コメント、いいね、グッドボタン、コメント固定もやっています。またね、夜じゃないわ、お昼の12時にはね、コミュニティも投稿しているので、そちらの方も、気になる方、素敵なね、写真がいっぱいあるので、よかったらね、いいねボタンよろしくお願いします。じゃあね、今日も素敵な一日を。